3番の藤田、5番の西郷剛、兵庫指定コンビがまず上がっていきまして、その後ろに東のライン切り替えて、これで9番の寺野が抑えてかけそうな雰囲気です。一旦上がった3番の藤田誠、ジャン前、9番の寺沼、抑えて主導権です。3者出すか、番手に行くかですが、3番の藤田、箱に行きました。2番の渋谷の位置に飛びついています。3番の藤田誠、4番の深見裕也が仕掛けてくるか、あるいは後方8番の興梠裕二、最終周回ながら、緩んだところを4番の深見裕也、深見のホームがましです。9番の寺沼は叩かれました。4番の深見、かましていきましたが、援軍は不在です。はまっているか、9番の寺沼はまくっていきます。さらには8番の興梠裕二をまくってくる。まくり合戦ですが、番手から9番の寺沼、あるいは8番のコールギュージ、コールギが捉え切りました。追走1番の八広で九州の2人が抜け出して、9番の寺沼は出ていきません。3番手は4番の深見裕也が踏ん張って、4コーナーから直線で前の2人は九州勢です。先頭まくった8番のコールギュージ、コールギ1着で入線です。多分狙ってると思ったんで、まあ、ちょっと、はい、無理せず、はい、行けるところからと思ってます。最初自分もホーム仕掛けようと思ったんですけど、はい、深見さんが先に仕掛けたんで、はい、まあ、ちょっと無理せず行きました。あれがちょっといい目標になりました。そうですね、自分でそうと思ってたんで、はい、まあ、でも目標になりました。で仕掛けてからもかなり後方も置き去りにしての。あ、そうですか。いや、もう必死で踏んでたんで、はい、後ろどうなってるか分からなかったですけど、もう、九州でワンツーっていう、はい、それが、はい、練習はしっかりできてるんで、やっと出たかなっていう感じです。はい。